はい、皆さん、今回はですね、もちろん、この企画は、高校野球 .com の企画ですから、野球選手が見てるのはほとんどと思います。このコアトレーニングとですね、野球の結びつきについてですね、これについても、質問があるので、ここで答えてしまおうと思います。コアのトレーニング、先ほどもお話ししました通り、骨盤、脊柱、胸郭の動きが大事ですよってお話ししましたね。ここの部分のトレーニングが入ってきます。野球においてはですね、ほとんど全ての動作、知っておいてほしいのは、回旋動作がメインですね。回旋動作。先ほどもお話しさせていただいた通り、よく、耳にするのが、腰を回せってやつですよね。さっきお話した通り、腰は回りません。実際回っているのはですね、今回はお話ししませんけども、股関節ですよね。股関節が実際回ってきます。大きいパワーの発揮は股関節ですね。で、腰椎と骨盤は固定されます。しっかり固定されますね。で、次に胸椎ですね。あと、まあ、胸郭。ここはですね、大きく稼働されてきます。こういう風にして。なので、体幹を上手に使うってどういうことかっていうとですね、しっかり、まあ、バッティングで言えばしっかりバッターボックスに入って構えたらですね、この時に股関節の回転とですね、あとはしっかり骨盤体腰椎が固定されている状態で、しっかり回転のエネルギーが上に伝わってきてからの胸椎と胸郭がしっかり回ってくる。こういう流れが正しい回転動作のテクニックになってきます。トレーニングっていうのはですね、この動作がきちんと出るような形でトレーニングをしていくんだということですね。目的を忘れないでください。目的っていうのはこの回転動作の可動域を広げることと、この回転動作のパワーをきちんと伝えること、連動性ですね。そしてこの状態でパワーを発揮する。これが大事ですよね。バッティングにつなげていかなければトレーニングの意味全くありません。そのためのコアトレーニングなんだっていうこと。で、もう一つがですね、パワーの伝達性ですね。何度もお話ししましたけども、野球っていうのは重心が移動するスポーツです。重心が移動しなければ絶対パフォーマンス出ませんよね。じゃあ重心ってどうやって移動するのか。これはですね、下半身ですよね。ピッチャーでしたら足を上げてから前に体重移動するわけですけども、この時軸足の右足ですよね。軸足の右足を使うことによって重心を前に移動することができますね。いくら左足動かしても踏み出し足動かしてもしょうがないですね。軸足を蹴ることによってパワーの発揮が始まる。そして地面をグッと押し付けることによって床からの反力、地面からグラウンドからの反力がもらえるので、この反力の出るタイミングを上手に使って一気に前に体重移動を加速するんだっていうこと、これがポイントですね。ですけども、この時に骨盤と腰椎がきちんと固定されていないとですね、下半身の力の発揮と同時に慣性の勢いで上半身がぐにゃって曲がっちゃいます。こうするとですね、運動連鎖がうまくいかなくなっちゃうんですね。先に下半身と一緒に上半身が倒れちゃうとですね、もう下からのエネルギーがうまく伝わってこないので、もうパフォーマンスの連鎖性が出なくなります。なので、動作が行う下半身が動く 0.1 秒前には、体幹が先に固定されます。グッと。体幹が先に固定されてから、下半身のパワーがグッて発揮されるんですね。皆さん目の前にあるものを殴ってください。パーンって。いいですか？回転動作が行われてパンチが出ますけども、お腹触ってください。この時にお腹に力を入れないでパンチを打つと、すごくグニャっていったパンチになりますよね。体が一緒に曲がっちゃうので、動作に対する視点ができないので力が入らないんですね。じゃあどうすればいいかというとですね、体幹コアに力がグッと入っていて、軸が固まった状態で動作の視点が定まれば、そこから初めて筋肉が発揮されてパンっていう鋭いパンチが出ます。こういうふうに。なので、
動作が始まる前には最初に軸を安定させるコアが先に力が加わること。で、どこを安定させるかといえば骨盤体と腰椎ですね。そして胸椎、肩関節、股関節を柔軟性に使っていって、可動性を広げていって、パフォーマンスの幅を大きく使って、筋力の発揮を使ってパワーを大きく出していくっていう、こういうふうにして力かける距離を高めていくこと、パワーの発揮を高めること、こうすることによって野球のパフォーマンスにつながっていきます。こういう原理原則を知らないとですね、何のためにトレーニングをするのか分からなくなっちゃいますね。